めぐみやすしは、しらぎの、第十六代の王であり、聖は金、意味な関か先代の慶徳王の嫡男であり、母は、ジョドルカンの金ヨシタダの娘の満月夫人。王妃は二人あって、先妃は、遺産の金忠だしことの娘の新宝宝皇。次妃は、遺産の金アキラの娘。七百六十年七月に大臣に建てられており、七百六十五年六月の、 戦王の死去に伴い王位についた。即位時の年齢は8歳であり、大豪が摂政となった。在位中に貴族の内乱が頻発し、王自身も乱の中で殺害されるに至った。武列王系の王党は、恵ぐみ安史王までで途絶え、次の戦徳王以降を、白木の下代という。767年7月に遺産の金印教等に長工師として派遣し、 768年に、唐の大僧から、海府義堂三子白木王に作法された。この時同時に、王母の金石が大秘に作立されている。その後もたびたび長江市、賀商氏を派遣して、唐との親密な関係を維持した。聖徳王、慶徳王代を経て、白木の国政が、盛んになり、また儒教観念に支えられた、律令体制が推し進められたことを受けて、 五秒の制度を確立させたことが、三国式歳史史に伝えられている。しかし現実には、律令体制の推進派と旧来の貴族連合的体制への復帰派との間の対立は、顕在化し、めぐみや首相の在位中には合計で以下のように六件もの内乱が起こることとなった。反乱の主体が政治的に律令制。 貴族連合制のどちらの推進派であったかについては、井上秀夫町、古代朝鮮による。768年7月、和吉大安氏、青角の兄弟の反乱。貴族連合体制復活派の反乱とみられる。王党33日間包囲するが、王の軍隊が平定した。770年8月、ダイヤの金融の反乱。金融は、金融新の光栄であり、 中央貴族に対抗する地方勢力を代表する立場から律令体制推進派と見られる。775年6月、遺産の禁印拠の反乱。元自中の禁印拠は金融の反乱の後に退官しており、後に反乱を起こした。貴族連合体制復活派の反乱と見られる。775年8月、遺産の連想。 自中の正門が反乱を企てたことが発覚して、中滅された。正門は、金委員居の大官の後に自中に就任しており、おそらく貴族連合体制復活派の反乱とみられる。780年2月、遺産の金主帝が反乱を起こし宮中を包囲。780年4月、上大党の金義美が、遺産の金義信と共に挙兵し、金主帝を滅ぼす。 この戦乱の中で、めぐみやすじ王も殺害された。こうした政治的対立の中で776年正月には、教書を出し、律令体制を強固に推進した、慶徳王が、東風に改名した百官の名称を、旧来のものに戻した。貴族連合体制派の近隣居の反乱、連想、正門の反乱が続けて起こった後のことであり、 貴族連合体制派への情報であったとみられるが、律令体制推進の政策を廃止しようとするものではなく、同年3月には、比べの死を8名増員している。名目的には、律令体制の推進を控えながらも、国家財政や人民支配の強化という点においては、貴族層、官僚層の間には共通の意識が持たれていたことの現れと考えられている。 在位十六年、七百八十年四月に、貴族の内乱の中で王妃諸とも殺害された。死後、白木王位を継いだ、金義美によって、恵ぐみ安王と送りなされた。王領については未称である。三国維持期位、慶徳王中男子表訓大特上には、恵ぐみ安王の出生と後に、反乱の中で命を落としたこととについてのような、説話を伝えている。 エミレの金正式名称は、聖徳大王神将といい、聖徳王の冥福を祈る目的で、慶徳王の時代から鋳造を始め、め恵み安史王七年になって完成したものを言う。制作には何度となく失敗しており、溶けた銅の中に少女を生贄として投げ込んで、ようやく鋳造に成功し、金をつくと、エミレ、と叫んでいるように聞こえたとの言い伝えから、エミレの金の愛称がある。 東洋における最大規模の盆栓であり、高さ 333cm、合計 227cm、重さ25トンに及ぶ。大韓民国指定国宝第29号に指定されており、国立慶州博物館の野外庭園に展示されている。三国維持王歴では、戦費を偽証格保しの娘の神ともえ夫人、 自費を金章保星の娘の昇衆夫人とする。三国式白木本に、慶順王記に記される区分に基づく。子祖から、神徳女王までを、上代、武列王から恵康師王までを、中代、仙徳王から末王、慶順王までを、下代とする。三国式祭祀史,史では、五秒の制度は、禁止子祖の味数に二近、白木統一を果たした、武列王、文武王を、 不変の胸とし、歳子者である王の祖父、父を加えて五秒とする。しかし、三国式白木本義において、恵ぐみ王妃には五秒の記事は見られず、最も早い例では、新門王妃に見られるため、実際には五秒の制度は、新門王時代に確立したものと考えられている。井上役中 1980p282 中28号に、井上秀夫自身も、 金煙挙に変わった、連想、まさかドラは、律令推進派とする見方に転じている。井上役中 1980p315 中65、井上1972ピアニッシ百229から231。ありがとうございます。